わけありバンジーは2010年7月日本の一部地域で放送開始された秋元康氏が原案監修するテレビのドキュメンタリーバラエティ番組である。わけを抱えた人がバンジージャンプを飛ぶことでそのわけを解決する。司会はルー・オ柴シバと無党の子。制作は講述するわけありバンジー制作委員会である。何かしらのわけを抱えた人が バンジージャンプを飛ぶことでその訳を解決する。訳ありジャンパーは群馬県みなかみ町にある日本で一番高いバンジージャンプからジャンプを飛ぶ。その誠意の証である本人が飛んだ VTR を持ったバンジーエンジェルが訳ありリレーションのところに行ってその訳の解決に努める。番組ロゴにチェブラーシカで有名なワニのゲーナが訳ありジャンパーの幸福を祈るハッピーゲーナとして 登場している。当番組では、テレビ局やプロダクション会社等、全18社で構成される、制作委員会が制作とされている。テレビ埼玉、千葉テレビ放送、テレビ神奈川、三重テレビ放送、京都放送、三テレビジョン以上、東メンハンネット六各局北海道放送、RKB 毎日放送 JR 東日本企画、株式会社、クレイ。 株式会社スリーフィールド株式会社フロンティアワークス株式会社エンスカイ株式会社フリーハンド株式会社渋谷プロダクション株式会社インプレオ日本出版販売有限会社サンブロードありがとうございます